皆さんこんにちは非常識な教室経営コンサルタント高瀬加子です本日のテーマはうまくいかない人の思考癖損得感情をなくそうということをテーマにお話をしてみたいと思います集客、えー、ができないというご相談はいろいろな事象といろいろな えー、形で私のところに皆さんご相談されるんですけれどその中の一つに損、まあ、得感情で、えー、自分が動いているっていうことでうまくいってない人もいらっしゃるんですよねでその損得感情っていうところは、まあ、どういうところから現れるかっていうと、まあ、あの自分が無意識的になんですけれどもね 自分が楽なように自分がいいように動くっていうことで損得感情が働くと結果としてク、まあ、ラウンドさんが来ないといかお客様が来ない生徒さんが来ないっていう状況を作り出すんだよというお話を今日はテーマにしていきたいいと思います、はい、それでは本題に入りたいと思います。 えー、うまくいかない人の思考癖の損得感情をなくそうというところの損得感情は何なのかというと,、えっと自分が与えるのが先いただくのが後頂、まあ、くというのがお金というところにもなるのかもしれませんけど感謝されるという喜びの言葉とかねそういうのもあるかもしれないですけど、まあ、その基本原則のお話です。 えー、この抽象的な言い方だと内容がわからないと思うので具体例で、ね、お話をしてみたいと思います例えばですねあの、まあ、皆さんが、えー、募集をかけたとしますよね、えー、自分が設定した例えばそうですねじゃ,あ、まあ、じゃあ10月10日にしましょう10月10日のレッスンに4人集めたかったとしますで4人集めたくて採算、まあ、ベースで言うと最低でも2人 集まってくれないと、自分がそれを動く材料費を買いに行くいろいろなもろもろの計算から言うと4人がもちろんいいんですよ一番いいんですよ一番いいんだけど最低2人は欲しいって自分が思ってるとするじゃないですかでお一人様だけがいらっしゃった時にその1人に対してあなたはどう考えますかという、まあ、そういう感じなんですよね。ね。どう考えますか、ね、やっぱりね。 人によっていろいろ捉え方違うと思うんですけれども、えー、例えば、あのー、1人しか来ないからあ残念だなああ材,材料とかもなんか例えばお料理とかが一番面倒なんですけど4人とか行ったら人参一1本使えるんだけど4分の1だけになるとかねあと家族のなんかご飯作んないと消化できないとかそういうことになっちゃうとまあ4分の1だから1人か残念だなとかってね思うのか。 まあそれか、まあ、きっかけになるね、1人だから、まあ、この方にすごく逆にプライベートレッスンだって喜んでもらって満足して返して,返してでまた次回来てもらおうっていう,ふうに思うのかっていうこの感覚があのすごくその後の集客ができるかできないかっていうところに左右してしまう思考の考え方なんですよね。要は尊徳感情で言うと、 1>, あの1人だと損するっていうふうにその人は考えるっていうことですで、まあ、2人以上欲しいと思ってるからそういうことになるんですけどねそうするとあのやっぱりねその1人だとな損しちゃうんだよなっていう感情とか念とか波動ってやっぱ伝わっちゃうんですよねそうすると多分その方ってそういうふうに扱われたっていうのを無意識的に多分感じ取るんですよ で本来だったら一人でプライベートレッスンで先生を独り占めで嬉しいって感謝されるべきような内容なのに受け付ける側がなんだ一人か私なんか働き損とかって思いながら接客すると口では言ってなくても絶対にそのオーラってちゃんと伝わっちゃうんですよ。でその人来なくなくりますということはあのー、そのそ伝わるものがきちんと伝わっちゃう。一人 だとなあって思う。残念な気持ちが伝わるから来なくなります。その方はいで、これのもうちょっと発展形まあ、ひどいバージョンに発展する発展形なんですけど、あの1人だっていうのが分かったとするじゃないですか。で、その時に一人かめんどくさいな。この人キャンセルになったらいいのになって思ってで、本当にキャンセルになっちゃった話とかも聞いたことがあります。はい、そうなんですよで。 基本的にですね、あのまあ、思った通りに世界は動くっていう状態なんですけどねいろいろな意味でだからあのキャンセルになったらいいなと思うからちゃんと年が通じてその人に用事ができちゃったり行きたくなくなっちゃって違う用事とかを入れちゃったりしてキャンセルになったりするわけなんですよねであのここで1つ考えなくてはいけないのは自分があのスタートはね 自分が勝手にまず10月10日を設定してるんですよそこに来てくれる人を頑張って集客をしているわけですよね一番いいのは内容を気に入ってくれて日付は打ち合わせで決めましょうが一番当たり前ですけどいいですまあ人になっちゃう人も出るかもしれないですけどねだからそもそも自分の都合でまず日程を決めてるということなんですよでそこに合わせて来てくれた人がそこにいる一人だけれどもねで、じゃあこの人は 来てくれたっていうだけって OK じゃないですか一人かどうか残念かどうかは主催者側の問題であってその人はあの忙しいさなかかどうかはね分かんないけどとにかく選んで来てくれたっていう事実に感謝しないといけないんですよねで二人目三人目四人目を集められなかったのはその先生の責任なんですよだからその生徒さんが一人だから残念だって思っちゃうこと自体本当は 本末転倒っていうか、あの、その人はただ来ただけなんです。集めきれなかったのは自分なんですよ。だから、自分が反省するしかないんですよ。なのに、めんどくさいなとか、あの、一人になったらやだなって、その他力本願的に考えちゃうから。その目の前にいる人に対して、あの、誠実に向かい合うことができないわけですよね。で、えー、自分が悪いって分かってないから。 あの集められなかったっていう、まあ、ギリギリまで頑張ったか集客頑張ったかとかそういうこともあるんですけれども自分の責任だと思えばその人を精一杯もてなすそして満足して帰ってもらうってところに感情がフォーカスされるべきなんですよでそしてその時にやっぱりちょっとこうネガティブな気持ちで、まあ、お客さんもお迎えするわけじゃないですかそうするとなんか多分か帰ったらいいのにとかまで言わないにしてもですよ 一人か儲かんないないいーっってててうオーラって絶対出てますそうするとつまんないわけですよその相手の方はだから来ないそうするとリピートにならないということであのその、まあ、前に実際に、ね、会ってご相談を受けた方のお話はまあ人とかまあそういうの残念だって思ってあのキャンセルになったらいいのにって思ったら本当になった話とあともう一個はあのその多分オーラが続く。 あの伝わってしまうからあのリピートがつかない先生ですね、はい、で結局リピートはつきません新規募集ができませんっていうことでだから集客苦しんんででるっていう状態なんですよからあのら、まあ、何が言いたいかっていうとですね損得感情をあの非常に重視しすぎる人は逆に集客ができなくなるということなんですよ。はい あの順番は与えるのが先だから1人になっちゃったのは自分の責任なんです、集めきれなかったんだからその人を精いっぱいもてなして次もまた来たい、またこの先生に会いたいと思ってもらうように取り組めるかどうかっていうのが結構ポイントでその小さなチャンスを生かすことが全力で生かすことができない人は大きなチャンスも当たり前だけど、逃すすんですよ大きなチャンスっていうのはつまりいつでも教室が満席になって生徒さんであふれる状態。 を作ることはできないんですよ。なぜなら、いちいち損得勘定しているから。そういう。まあな言っちゃなんなんですけど、せこい思考の人のところには、お金も人も寄ってこないんですよ。やっぱりいつでも明るくってウェルカムっていう、そういう雰囲気出していて、で、先に与える人のところは、やっぱ明るいですよね。 だから、人もお金も寄ってくるから、集客が結果としてできちゃう、だからすぐに損得感情で考えるタイプの教室って、すごい流行ってないですよ、すごく流行ってない、それを外した状態で、まず生徒さんのために動いてあげる、えっと、これ、注意しなきゃいけないのが、御用聞きと違いますからね、なんでもかんでも生徒さんの言うことを聞いたら、いい先生と思われると思って、なんか、のこの日がいい、この日がいい、先生、これやりたい、あれやりたいって言ったら、全部レッスンにしちゃうっていうのは、これこれでまずいんですよ。 自分のの教室の軸とポリシーは持たななくちゃいけないからだけれどもあの対応するその生徒さんには、まあ、120%200%、まあ、驚きと感動を与えてサービス業ってなんぼなんでそれが要はできるチャンスを自分で自ら潰しちゃってるそのくせ集客ができないっていうふうに言っちゃうんですけどあのできない状況を作ってるのは自分だっていうことをまず 実覚してほしいんですよね。あの、損得感情で動いている人のところには人が来ないです。損得感情を外して感動を与えるからリピートが入るんですね。だから何でも自分の都合とか自分の主義でそれを考えるタイプの人のところって流行らないんですよ教室が。で私もコースレッスンとかやってましたよ。やっていたので3席を埋めたいわけですよパン教室だったら。 でまあ、大体埋まるんですけど埋まらない曜日ってたまにありますで自分がでも勝手に設定してるし6回埋まらないってまあまあインパクト強いですよね一人をだって6ヶ月その時間ずっと拘束っていう状態になっちゃうわけですから損得から言ったら損な感じなんですよねでもそれが集客ができなかった責任は自分にあるので来てくださる方にとっては 何ら責任のある話じゃないんですよましてやその人にあのキャンセルになってくれないかななんて思うっていうのもあの集客をねちゃんとしたいっていうふうに思うんだったらその感覚はちょっとなくした方がよくって、うん、だからその人を、まあ、精一杯あのプライベートレッスンになりましたみたいな感じで楽しんでくださいみたいな感じでやるっていう。向こうだっっててね一人になって不安で本当はあの 教室の仲間と喋りたかったから申し込んだみたいなタイプの人だったりすると一人だと意味ないんですよね本当は。<laughs> だけどまあね先生のことそれで好きになってじっくりっていう形になると。 まあ、あの私も、ね、集客がすべてうまくいってたわけじゃないのでうまくいかなかった時3人のところ1人でスタートしちゃったところとかもありましたけどその分、まあ、時間もたくさんあるしゆっくりじっくり見てあげてその上のクラスとかその上のクラスとかに入ってくれるような人間関係とかができたんでリピートにならない人っていうのはレッスンの運営をちょっと考えた方がいいです。毎回予約をいただくよようなタイプの場合はですよ コースレッスンで6回とかそういう形でドンって入ってしまうようなコースを普段から作ってる人は、まあ、そこは大丈夫なんだと思いますけどあのビジネスってリピートがついて初めて安定していく部分がありますからその機会を自ら放棄しているっていうことを自分で気づかないといけないんですよね。だから目の前の前人 たった一人でも誰が見てなくても全力投球できる人にはちゃんとチャンスの女神がちゃんとご褒美くれますよだけど例えば一人だとなんだかなーってやる気ないな四人だとうわーい嬉しいやる気満々とかっていうタイプの人のところには幸運は来ないですあの人によって態度変えてるようなタイプの人はですだからあの基本的には小さなチャンスの積み重ねなんでその一つの事象に対して 自分にとって残念だから適当にやっていい状況だからすごく頑張るってこの気分のムラをなくすっていうことも集客と売り上げを上げたかったら必要な考え方になりますで一番その根本はあのくれくれ成人じゃなくって与える方が先だからたった一人でも全力投球できるかどうかっていうこと。 が大事でまずその基本姿勢ができた上で集客悩むのはいいんですけどもそもそも切れる人を遠ざけるようなことをしておきながら「人が来ないんです」「リピートがされないんです」「1回しか来ないんです」っていうねそういう悩みを相談されるとですねあのご自身の胸に手を当てて聞いてみてっていうことになってしまうわけですよ。 基本自分の心の中が外観に現れるのでネガティブな要素を非常に強く持ってる人はやっぱそのオーラが出ちゃうので人は来にくくなりますよね楽しくなさそうな感じになるからいや私笑顔でキラキラしてるふうに見せてますだから見せてますっていうこと自体でもダ駄目じゃないですか本当は違うよって言ってるのと一緒だからだから取り繕ってる人ってやっぱりそれがちゃんとバレてしまうので。 あのー、もう自分の中でどっしりした角と軸があってそれではあの生徒さんとかねお客様に向き合うっていう人がいいかなと思います。はい、ということで本日のまとめをしてい,いきたいと思います、えー、うまくいかない人の思考癖損得感情をなくそうのテーマですがこちらはまず、えー、自分が与える人になるということですね。 あの、ギブアンドテイクって言葉ありますけど、ギブのが先なんですよ。で、テイクは後からなんです。だから、あの、先に自分がやりたいようにとか、自分がうまくいくようにを優先した都合で相手を合わせさせようとする人は、なかなか集客がうまくいきにくいという傾向がありますということで、ご参考にしてみてください。それでは。